欲しくなってきた買いましょう行きましょうでも年内どうだろう来ますかねどうも西田渉です。本日なんですけれども、奇跡が起こりました。もう皆様ご存知だとは思うんですけれども大変申し訳ないんですけども、はい、自己紹介からよろしくお願いいたします。どうもこんにちは、カメラ系 YouTuber のジェット大輔です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ジェットさんお会いできて嬉しいです。いやこちらこそありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にね奇跡のことが起こりました。ひょんなことがねツイッターで、僕がコラボしてくださいっていうふうにね申し上げたところ、はい、まさかのジェット大輔さんからダイレクトメッセージでね何かしましょうということでお声掛けをいただきまして晴れてね今日こういった形で、はい、初めましてです。本当に初めましてですが、ね、僕の中ではもう本当にブラウン管の方といいますかいつも見てるいつも見てる方ということでもう汗が止まらない状況ではあるんですけれども、はい、今日のね皆様の趣旨としましてはやはり僕は比較的キヤノンのカメラを、はい、こう解説しているというところもありまして、うん、で僕は逆に、YouTube を始める前から、うん、ジェットさんの動画でキヤノンの、カメラの動画とかを拝見していたので、うんはい、逆に言うとジェットさんが考えているもう昔からの EF システム、はい、そして RF システム、うん、そして今度やってくる R3 みたいな、ね、そういったところまでのお話とかをお聞かせ願えたらと思っていまして、はい、ぜひとも今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で皆様今日、本日ねこちらは健康時なギャラリーで健康時なのこちら会社ですかね、はい、そうです本社で、はい、でいろいろショールームみたいな形でもね、うん、あるんですけれどもそちらの中で今、健康時なギャラリーでジェット大輔さんが写真展を開催、はい、写真展を開催しております、うんローファイグラファーローファイ写真コンテストというのをね一般公募しまして、その受賞者の作品展と、うん8月にですね私個展をやっておりましたがまあコロナ禍でえらいことになってしまってですね私自身も見ておりませんなので、それをもう一度焼き直しているとその2つの写真展を同時開催しておりますこちらでぜひともね皆様もお足をねお運びいただけたらと思っております、はい、というところでよろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、はい、今日すごくお聞きしたかったのが、うん、ジェット大輔さん自体はもともとキヤノンのカメラってどの辺からお使いだったのかなっていうところがお聞かせ願えたりしますか。キヤノンのカメラですか。歴史したらなんですけれども歴史といいますか、まあ、多くのカメラを使ってきてはいらっしゃると思うんですが、はい、そうです、まあ、デジカメという話だと、うん、EOSKIS X3ですね。なるほど。まあ、動画中心で考えてたので、ニコンが D90 というのをね、うんうん、まず一眼レフで動画が撮れるって世界初のを出したと。でそれはね HD だったんですよね。いわゆる 720p の動画だったんだけども、うん、なるほど。フル HD になったのが伝説の 5D Mark II ですね。EOS。なるほど。で、まあ、その頃ね。カメラにお金を使うっていうことをねなるべく避けてた時期なんですよ個人的には。ジェットさんの個人的なって、はい、うん、なので 5D Mark II が確かレンズキットとかで30何万とかだったような気がするんですけど、ね、2400F4 とかがついてるんですね。ですよね、はいはい、それはね今の気持ちとしては避けたいなっていう時期だったの。なるほど。ちょっと待ってたら EOSKIS X3 っていうのが出てあれは10万ぐらいですもんね。ですね、はい、これだったらいいかなと思って買ってみたのが最初なんですよ。なるほど。それはフル HD を撮れたんですね、うん、その時から。フル HD だけど20コマだったかもしれない。なるほどなるほど、うん、それがスタートだったんですね。それがスタートですね。まあもちろんねカメラ屋さんのメルマガとかでカメラレビューとか書いてたんですよ、うん、ペンネームで今とは違うペンネームで、そんなのはやってたんですけど、まあ、基本的にそんなに一眼とかねスチールカメラとかってあんまり買ってこずに。なるほど、うん、まあ、僕はどちらかというとねハンディカムとかそういう方がね好きでやってましたね。なるほど、まあ、逆にそのハンディカムは例えばテープにスチルを記録できたりとかするから、うんうん、デジカメは割と抵抗なくすんなり入ってったんですよ。なるほど、うん、そういった意味では逆に言うとジェットさんの中で、うん、キヤノンのこの例えば一眼、まあ、5D Mark II はちょっと高かったよな、うん、だけど、いよいよ、まあ、自分自身も買ってもいいかなっていう機種は、うん、こうブレイクスルーが起こった機種って何だ、うん、どちらの機種だったんですか。あ、フルサイズ。フルサイズとか、はい、APS-C でも構いませんがキヤノンの EF システムとか。あ、だから初めて買ったのは X3 ですよ。 KIS X3 でそこからこう、うん、なんだろうな、
いよいよ自分もこうレンズとかも揃えてみたり、キヤノンって面白いなって思より思えた機種とか。実はね、逆転してるかもしれないけど、うんうん、キスブランドってやっぱり絶大だったから、キスは常に気にしてたんですよ、でキスが指標になっていて、例えばフィルムのキスとかを、イオスキスのシリーズとかを、3万円とかで買えるっていうのが普通かなと思ってたのね、昔は。デジタル高いでしょ。高い、高いです。なんでこんな高いんだって逆に思ってね。まあね、そのフィルム代がかからないよっていう、そのランニングコスト考えたらもしかしたらですけど、まあ高いですよね。ですよね。で、おそらくね、それは2010年になる前だから、まあお仕事がフィルムからデジタルに変わったぐらいですよ。そうですね、僕もそのぐらいの、ギリギリのところだから、まだやっぱりのこう脳がフィルムっていうのはちょっと残ってますね。なるほど、まだ完全には切り替わってない時代ですよね、その辺はね。確かに僕もその頃ですと、中盤のフィルム66とか67がメインのこうビジュアル制作で、ポラロイド代わりに、APS-C のデジカメを使うみたいな、20D を使うみたいな、そういった時代でした、そうですね、まあ、僕もね、あのアパレル関係とかそういったところのウェブとかカタログとかやってて、まあ、やっぱり、まあ、僕自身は撮らないですけど、カメラマンさんが中盤使って、あのモデルさんとか撮ってて、裏で後ろで押さえで、あのデジカメ使って撮ったりとかっていうことはやってたんですよね。なるほど、まあ、その使い方ですよね。確かに、まだ本気ではないぐらいな感じの。わかります。ちょうど、4C はダメだけど、モノクロの2色だったら OK とかっていうふうによく編集さんとかから言われてた時代でしたね。確かに、あとこういう、ね、小窓で出すようなカットね。おっしゃる通り、まさにそれぐらいです、でもどこからブレイクスルーが起こったかなって考えると、僕は EF システムだとやっぱ 5D マーク3あたりから、そうですね、いよいよ立ち落とし、で、あの雑誌の立ち落としっていうのは、雑誌の1ページを丸々使うっていうのを立ち落としとか言うんですけれども、そのあたり 5D マーク3あたりからいよいよ、まあいけるかなっていう。あれ何万画素でしたっけ。あれがね、2400万画素ぐらいだった。2400だったか。あ、そっかそっか、確かマーク2が1800万だっけ。2000万ぐらいだったと思うんですけれども、ですね、まあ、上にはもっとね 1DS っていう機種はありましたけれども、マーク2、マーク3っていうのが、はい、ですが結構 5D マーク3で結構回してたなっていう思いがありましたね。あの辺からムービーの方々もマーク3ってどうでした。ムービーの方はね、マーク3をスルーした方もいらっしゃるんじゃないかな。そうですか。どちらかというと、そのエポックメイキングなのはマーク2の方で、なるほど、でそこからね、あのキャノンの方って一眼レフスチルカメラよりもシネマカメラに振ってる部分があったかなと思うんですよね。確かに今年でイオス、シネマイオスが10周年というような形でおっしゃってたような気がするので、2011からがおっしゃってるように、この EF システム、写真とムービーをキャノンがこう分けていったって、ただ昨今見てると徐々に、ソニーと似てきて、こう徐々にこうイオスとシネマイオスがぐいっとこうまたつながりそうな予感がしてますよね。あのソニーだと FX シリーズと、それこそアルファがこう徐々にこう迎合し始めてるっていうか、寄り始めてるっていう感じがありますので、イオスはあれだね、イオスなんとか C ってつく、ね、そうですね、はい、1DC とかあったもんね、ありましたね、1DC 懐かしいですね。完全に 1D の形をしているんですけども、赤いバッジで、ね、C って入ってまして、そこにあの完全にムービーに特化したような機種っていうような、ね、感じでありましたね。じゃあ、そこから EF システムから、まあ、やはりこうキャノンだと EOS R っていう形で来たんですけども、それこそ僕、YouTube 始める前に、ジェットさんの、あの EOS R の、あの動画とか拝見させていただいて、もちろんそのカメラとしてはまだまだの部分もあるけど、いよいよ来たなっていう感じってありました。 EOS R とかどうだろうな、まあ、ソニーをお使いだったっていうのもあるんでしょうけど、ソニーの、α7 シリーズは初代からずっと使ってて、やっぱりその先行してる凄さってあるじゃない、で僕自身もやっぱり意見してきてて、それがやっぱり取り入れてもらってっていう形だから出来上がってきてたんですよね。第3世代ぐらいまで来てたところで、キャノンが初めて EOS R を出してきたってところで、
まあ、期待値としてはやっぱり高かったんですよ。あ、最初出るよってなった時、ね、出るよってなった時、EOS R が出たのが確か10月ぐらいだったかな、でそれより2ヶ月先行しておそらくニコン Z が出てるはずなんですね。あ、そうなんですね。どっちも発表記者会見は行ってるんですけど、まあ、ニコンもあれはあれでね、あの歴史を変えるぞみたいな感じで出してきまして、まあね、今ねニコン Z9 ってすごい盛り上がってるらしいけど、あの、まあ、出た当初はねマジでこれでっていう感覚がちょっとあったんですよね。なるほど。でその後 EOS はさすがキヤノンは塗り替えてくるだろうと、なるほど、もうニコンもソニーもなぎ倒してくるだろうと大期待してたんだけど出てくるとみんなポカーンってなって、はいはい、キヤノンファンのみんなもこれで行くの。僕のね、あの、その時の記憶残ってますよ、はい、カウンターであのタッチアンドトライ、はい、社員さんとやってるんですけど、一人 F は？いや笑っちゃいけないですけど、ちょっと笑っちゃいますね。僕も、あのバージョン 1.4 っていうファームアップの以前の R をタッチアンドトライ行った時に、もう全部すべて同意っていうですよね、すべてトレースするような意見だったので、僕自身もね、どうしたっていう、いやだけどさ、やっぱり底力ってすごい感じてて、あの3300万画素ですよね、確かね。そうですそうです。 5D マーク4に匹敵するようなね、ね、同じセンサーとは言ってなかったけどもね、ね、だから僕は買い替えました。なるほどもういいだろうとでも逆張りですね、何これっておっしゃりながらも、結局購入してしまったっていう期待してたんだもん逆にジャジャンも乗りこなしてやるぐらいの、いやその当時ね、EOS は 1DX マーク2、 1DX マーク2、はい、フラッグシップですね、で 5D マーク4、あと 7D マーク2も持ってたのかな。あ、そうなんですね。結構使ってたんですよ。じゃあもうキヤノンのほぼフルスペックを、お使いだったってことですね。で、乗り換えるとしたらこれは 5D からだなっていうことで買い替えたと。そこのまあ、フラッグシップの 1DX マーク2があって、そこのここの次のところを入れ替えてみようっていう。そうですね、そかそか、ガチで撮影するんだったらマーク2でいけちゃうから、あ、なるほど。まあ、動画性能で言ったらね、まだまだ 1DX マーク2の方が良かったですね。なるほど。ただガチすぎるんですよそれ。そうですよね。海外の YouTuber の方とかね、ムキムキの人がね、ゴリラポッドでこう 1DX マーク2をフリップスクリーンもないのに撮るっていうね、画質もおかしかったのねあれは。あの、H264 じゃなかったの。なるほど。 MOV っていう、あの、ね、MOV なんだけど、モーション JPEG、モーション JPEG って言うんですか。モーション JPEG、まあ言ってみれば JPEG ですよ。なるほどなるほど。JPEG だから H264 のガチガチの圧縮じゃないの。ああ、じゃあなおさら重たいし。そう、重たい。まあ、一応絵は綺麗ってことにはなる。絵はめちゃくちゃ綺麗なんだけど。なるほど。そのデータたるや信じられない量ですよ。なるほど。いやだからもうこれは運用できないなと思って。あ、なるほど。で現実的にその 5D マーク4っていうのは 4K 撮るときにはちょっと APS-C にクロップされたんですよ、はいはいはい、その運用も EOS R とすごく似てて。なるほど。EOS R も結構ねクロップ率が高いですね。高かったんで、まあでもその分ねあっちはあの手ブレ補正とかがしっかりしてたりとかね、してたんで、まあありかなと。なるほど。手ブレは良かったですもん ね、すごく良かったですね、で、クロップされるんだったら逆に、そのクロップを生かして APS-C のレンズ使ってみようと。そうだ、ジェットさんの動画で拝見しました、めちゃくちゃ長いのを、そのまま APS-C で逆に逆張りで軽量で撮るっていう、それこそ琵琶湖から見えるめちゃくちゃ遠い景色とか撮られて、はい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 、撮影されてませんでしたっけ。そういうこともやりましたね、すごいと思って、ちょっともちろん霞とかかかってるんですけれども、ちゃんとね改造しててっていう、あ、こういうやり方あるかと。 EF マウント、あとね、超広角レンズ、フルサイズ高いじゃないですか。高いですね。だから EF-S を買うんです。なるほど。10、18じゃなくて何かありましたよね。10、22とかそんなんだったっけな、めちゃくちゃ軽くてプラスチックマウントっていう、なるほど。よされたそういう面白いなんか飛び道具みたいな遊び方が確かにできるんですね。そうそうそう。あとはねやっぱりマウントアダプターがすごいなって思いましたね。確かに EF、まあそうだ、EFS 初めて使えるんですよ、あのマウントアダプターがってことですか。ちゃう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 、
5D とか 1D とかはそっか EFS 使えないんですもん。なるほどなるほど。あれってそうか、スチルにも応用が効くっていう考え方ですよね。スチルもそうだけど、ムービーもです。 APS-C 用のレンズはキヤノンの場合はフルサイズカメラには使えなかった。くっつかなかったんですかね、あれ。物理的にくっつかない。そうなんだ。そう、それはですね、ニコンとかソニーとかはできたんで。なるほど。 E マウントって括りで例えば、うん、あのちょっとキヤノンさんケチだなって言ってたの。なるほどね。つくようにしてくれればなって。まあでも実際はそのクオリティの担保ってことを考えたらね、L レンズをつけてくださいっていう感じなんだろうけどね。キヤノンっぽいですね。せっかくのカメラだからね。まあそれが初めて EFS レンズをフルサイズセンサーで、キヤノンのフルサイズセンサーで使うことができる、受け止めることができるようになったってことですね。そうそうそう、そのレンズを通して。何がいいって STM のレンズがいっぱいあるんですよ。そっか。ってことはモーターの駆動も結構静かですし、静かで、あのデュアルピクセルシーモス、ほうほうほう、デュアルピクセルシーモスでピッピッピッって押せばスーッていう。なるほど。そっか、 STM のあのステッピングモーターっていうのかな、あれはそのムービーとかのこのシフトが非常にスムーズになるっていうメリットもあるってことなんですね。そうそうそう。いや、むしろそっちの方なの。そうなんですか。ね、70D だか 80D が出た時に、はい、キットレンズで STM 使い始めて、でその売りがあの静かなレンズでムービーで使ってくださいっていうことだった。なるほど。だからある、あるタイミングからやたらキヤノンって STM 増えたなと思ったんですが、USM ね、EOS キスとかね、2桁 D とかはね、結構増えましたよね。なるほど。ただプロ機にはなかったのよ、それ。なるほど。L レンズはやっぱりどうしてもね、ソニックモーターとか、そう、ね、なので僕の中では全部 STM の歴史、EF の STM の歴史は全部スルーしてきてる歴史だったんですよね。商業ベースでずっと活動してたので、なるほど、そうか、紐解いていくとそういうことになるんですね。そうなんですよ。なるほど、そういう面白みがあった。だからあのマウントアダプターでもね、何種類かあるじゃないですか、はい、リングがないやつで、リングは何でもね、アサインできるじゃないですか、はい、絞りにしたりイソ感度にしたりとか、でそのリングも改造サービスご存知ですか。クリックなくすことが確かできるとか。クリックなくすことができるんですよ。比較的ソニーとか今やってる、もうデフォルトであるこうムービー用途といいますか、そう、まあ、切り替え式だったら本当は嬉しいんだけどね、もともとってね。キヤノンの場合は1万ちょっとで改造できたと思うんだけどね。確かに。なるほど。そっか。なのでやっぱ EF とこのミラーレスの融合っていう意味では、やっぱジェッツさんもおっしゃる通り、マウントアダプターは画期的だったってことですね。本当すごかった。で AF がもう違和感ないんだもん。そっか、確かにそうですね。全然問題なく動いてますからね、あれでね。むしろ、まあ、ちょっとニッチなんですけども、20年ぐらい前に出た EF の 135mm F2 っていうレンズが、あの中望遠の単玉であったんですけど、はい、5D 系とかにつけとくと、前ボケ後ボケ、前ピン後ピンっていうところで、結構サービスにきっちり入れてチューンアップしないと使えないレンズだったんですけど、でもデュアルピクセル CMOS F でダイレクトにピンと合うから、そっかそっか、めちゃくちゃ復活してきて、その良さありますよね。はい、で色塗りは昔ながらのキヤノンの暗部が早く潰れて色がこってり乗ってくるっていうところで、なかなか確かにこのカスタムの仕方とか面白いなっていうふうには、この辺は結構良さあるの魅力だったかもしれませんね。確かにね。だからその、まあ、どこのメーカーとは言わないけどさ、肩ボケのレンズがあったりするわけですよ。それが復活したっていうのはね、そういう声が多かったですね、当時はね。いや、そうです。なのでそこからいよいよ、まあ、その R5、R6 ということで、もう実はもう今も逆に R5 お使いですよね。そう、ガンガン使ってますね。いつも言ってる雑な物取りっていうのは本当に雑な物取り、天板とこの正面にレフ入れるだけの、一番美しく光が回る、本当にフラットにっていう、なるほど。なので意外と、僕のイメージだとジェットさんってこう、比較的ソニーで収録されているとか、YouTube でお会いするときはソニーのイメージがあったんですが、実は R5 ゴリゴリお使いになって。それはだからさ、使ってるから出てこないわけだ。なるほどね。これあるあるですね。そうそうそう。よくね、キヤノンの話 しないんですかって言われるんだけど、いや、俺の中で普通すぎてもうっていうさ、日常に溶け込みすぎてるから、そうそう、むしろそれをバリバリ使うと自然的に映らないっていう、そういったパターンですね。じゃあそれ、今じゃあ YouTube は R5 でも収録、YouTube はね、 R5 はねまだ使ってない、っていうか使わないかもしれない。なるほど。やっぱりマイク周りがちょっと面倒くさいかなと思ってて。なるほどね。それはね、でも YouTube 程度だったらやっぱりね、 Vlog 感もいいですよ。最高ですね。確かに、やっぱりね、ソニ
時の、うん、あの、うん、マイクとかもね、うん、こうワンタッチでつけて一発でいけるとか、うん、あれすごいんでしょうねやっぱりね。いやそれがさ EOS R3 はできるっていうじゃない。そうなんですよ、すごいよね。もう早速行きましょうか、うん、せっかくなのでっていうところで今日はそして今ねこうやってキヤノンの進化の歴史っていうところで紐解いてきた中でたどり着きたかったのがそうなんですよ。たまたまなんですけれども、あ、見られてる。たまたまなんですけれども、はい、そうキヤノンさんからまだ、あの発売前の試作機っていうことで、うん、たまたまお借りできたっていうところで、はいはいはい、本当に短い期間ではあるんですけれども、うんうん、まあ今の現状の先ほどジェッツさんとお話してきた中での進化の、いいのもちろんでございますっていうところで、あの指導補正変えていい、うん、指導補正ちょっと待ってこれ何これな黄色に丸出てません。やばそれが視線入力なんですけれども、せっかくなんで今僕のトラッキングになってるので、あでもさ、うん、ある程度は動く、ある程度追っかけてくれます。うわうわうわ、なのでちょっと待って、このためだけに R3 僕買う価値あるかなって本当思っていてて、今これキャリブレーションしたらもっとちゃんとなるのかな。精度結構上がってきましたね今日。さっきもちょっとあの妻のポートレートとか撮ってたんですけど、やべえ右目に行こうと思った時に、うん、右目に結構ピンと食ってくれたりしてたんで、あ次左目みたいな。 R5 だと後ろのコネクタを動かさなきゃいけなかったところが、うん、3人組撮影する時とかは、うん、今後良さそうですよね。うん、なるほどね。まあ、あとはねもう 1DX マックスユーザーをが移行してくるためのっていう笑っちゃいますよね。笑っちゃう。あの EOS 3お使いだったっていうお話も聞いてて、そうそうそう、僕も使ったんですけど EOS 3と全然違うじゃんこれ。ここ10個ぐらいセンサー入れたらしいです。もうあの反省をもとになんかめちゃくちゃ入れたらしいです。いやこんなの興味ねえわと思ってたの、ね、そうですよね。僕覗くと即買いでした。マジで縦位置もねちょっとキャリブレーションしないとっていうのはあるんですが、ある程度はうん、うん、おーかなっていう。ここがねなかなか皆様にねこうお伝えしにくいのがあの厳しいので、ぜひジェットさんのねこの反応でこの反応で、あーし、うん、瞳 F じゃないや、視線入力 F ねすごいんだってことをご体感いただけたらとは思うんですけれども、この間もさうちの会社のさ、年取った人間ばっかりと飲みに行って言ってたんだけど、年取るとどうしてもさこういうの前もあったとかさ、そうそう知ってるよとかってなっちゃうの、いや違うの分かってるんだけど前もあったからなんか似たようなもんでしょって思っちゃうの、うん、もう まさに視線入力そのつもりだった、これね EOS 3のあんなだったからさ、まあ、まあ、現代の技術で作ってもさ、うん、おまけ程度でしょぐらいに考えてたけど、なんか別もんじゃんこれ。僕もやっぱねちょっとうがった見方してました。うん、まあ予想の件があったので、うん、まあおまけ程度で、まあキヤノンって3では実験してくるんで多分実験してるんでしょうねとかって言うんですけど、うん、結構本気で最悪このもう一個上の機種にも本気で入れる可能性あるぞぐらいありますよこれ。気合を入れてきてまだ試作機の段階である程度いけてるんで、うんうん、これがあのいろんなフィードバックをもとにまたでディープラーニングが進めば、うん、もしかしたらですけれどももっとねすごいことになりそうな予感がしますよ、うん、予感がします。未来を感じますよね、うんうん、未来感じる。なので今回ねぜひジェットさんにも、うん、あのご体感いただきたいんですけど、 R3 に関しては基本的には視線入力のために買うカメラかもしれないっていう。そうだからさ画素数とか考えるとさ、うん、まあいらないかなとか思ってたけどこの視線入力すごいね、うん、ちょっとなんかできそうなことがめちゃくちゃ増えそうな感じなんですよね、うんうん、可能性というか、うん、なのでいろんなところを見るだけで撮るってなると、うん、スナップにも結構応用が来てて、うん、鬼のような速写が可能だったりしたんですよね、うん、ちょっとだけ遊びで撮ったんですけど、うん、覗いてあれって言った瞬間にもう一発で絶対、うん、多分だからさこれ、まあ、ちょっと今触っただけの感覚だけどさ、うん、見るフォーカスロックってセットになるね。見るローカス、あーなるほど、うん、見るロック、見るロック、見るロック、うん、そうですね、うん、確かに。なのでそこのキャンセルと、うん、フォーカスとっていうところがこう行ったり来たりするような感じなのかなと思っていて、うん、なので一つちょっと大きく変わったなと思うのが、うん、まあ、α1Z9 というところはカメラがオートフォーカスを司るというか、うん、これでしょって決めようとしているのに対し、うん、キヤノンは比較的に人様がここだなと思ったところをフォローしますというところの方にカメラが
回り始めたのかなっていうのが、なるほど、ね、ちょっと面白いなと思った、あの機種。でもね、以前からね、僕はね、そのソニーとか使ってても思ったんだけど、1DX みたいなエレガントな方向にならないのってソニーさんには言ってたのよ。エレガントというと例えば、いや、それはさ、あのアルファ9なんかが顕著だったんだけど、フレームレートというかその演算速度速くしたのね、はい、そしたら速くなるに決まってるの。あ、フォーカスとかがっていうことですか。うん、でしょ。なるほど。このスキャンレートとか上げちゃうわけだからさ、ピュッと速くいくわけですよ。だけどそうじゃない 1D とかがシュッて決まる。あ、なるほど。このエレガントさってなんだか分かんないけどいいんじゃないのっていう話はしてたんですよね。なるほどなるほど、まあでも今力技でどん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 速くしちゃった方がさ、それはそれでいいんだけどさ、高効率ってことなんでしょうね。なのでだからいろいろもう全部合わさったねっていう感じが、早いしキャノンの蓄積があって、なるほど、結構一見るだけでもまずはちょっと面白い感じはしますよね。とにかくさ、ね、あのレバーでは対応できないわけですよ。飛び物動き物って走ってる人とかね、なのでキャノンさんとちょっとお話した時に面白い話を聞きまして、あの例えば今までのスポーツフォトグラファーがサッカー撮る時には、コーナリングセンタリングを上げるときに、まあ、大体大きい身長の高い人に仮でピントを合わせて、多分こいつだろうということで撮るんですけど、これからは視線入力で、もうボールのキッカーを見といて、ボールだけを見ておけば、必然的に最後そこでフィニッシュさせれば、ずっとボールを追ってくれるから人に、視線入力で。なるほどね。そういった使い方もできるということで、いやすごいなと思ったのが、まあ、ソニーの場合なんですけど、僕ねアルファ9を初代のアルファ9を触って、はい、鳥を撮るのやめたのね。お、逆にですか。逆に、なんでかっていうと、もう360度くるーっと旋回してたトンビをこうピューっと100、400でバーッと追っかけて、はいはいはい、まあ建物だとか電柱だとかをこう縫っていくわけですよ、全部追っかけてる、ね、で空が抜けてたり背景山だったりっていうのも関係なく全部トンビに合ってる、これは誰が撮っても一緒じゃないそう思ってやめたので、実際にですね、まあ、新聞社の方の、僕が好きなカメラマンの方とかでアメフトとかの試合を撮る方がいらっしゃるんですけど、まあ、若い子に新入社員とかにアルファ9とかもう渡しちゃう、なるほど、撮ってこいと、で撮れちゃうんだだからさ、まあ、そうなったらさ、自分がどういう知識を持っていて決めなきゃいけないところを決めてくるっていう、自分がいかに好きか詳しいか、ね、何を知ってるかになってくるわけですよ。なるほど。撮影技術自体も誰がやっても一緒。なるほど、ね、っていうところで、なんかこう飛び物とか動き物とかはちょっと自分自身がそこに興味がないから引こうと一旦。なるほど。撮るだけだったらもう誰でもできるんだからと思ってたんだけど、視線入力って機械がやってるわけじゃないじゃない、そうですね、 AI でもないし、そのアルゴリズムとかでもないし、はい、自分の意思で視線がいくわけだから、これは撮るってことだよね。そうなんですよね。構図を決めた上に その被写体をどこに置くかっていうところは目で見て決めるなんで、ちょっとまた僕らの今まで撮ってた感覚のこう考え方が変わりそうな、あの機能だなと思ってて、どっちかっていうとね、 AF 性能どん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 すごくなってきてはいるんだけど、その AI が例えば被写体を認識するとか、アルゴリズムがね、瞳を追いやすくする、手前の瞳を必ず合うようにするっていうのは、僕らがその AF に合わせなきゃいけなくなってきてるっていう部分もすごく感じてて、確かに、ちょっと外すって多分いけますよこれ。そうですね、ちょっと外すって確かに、ね、おっしゃる通りだと思います。そう。なんでこの辺がやっぱりね、こうキヤノンのこうデバイスとしての考え、ものの考え方としては、ちょっと今回面白い提案だったなっていうふうに、そうですね、思った次第のカメラですね。で、付け焼き刃ではなく、覗いた感じは本当にこれは使える AF になってる、視線入力になったな今回っていうところが一つ面白いのかなと思いました。まだ試作機ではありますので、もっともっとこれからね、これいつ発売なんですか。これはね、まだこの収録時点の段階ではまだ出てなくて、一応
今月末、あると11月の末っていうふうにはね、はい、言われていますけれども、うんうんうん、まあ、どうなることやらっていうところはありますけれどもね、なんか最近さ、アイカップを交換できないでもね、今回からいけるようによっしゃー、ここです、やっぱここなんですよね、R5 とか、そう、これがね、6はダメでしたもんね、そう、だから外で撮られる方とか、ここにレインカバーをかぶせて挟む方とかいらっしゃるようで、これがここがね、外れる外れないが結構死活問題の方が多いというお話を聞いてたので、鳥鳥さんとか、まあ、昔の話だけどさ、純正のレインカバーとかキャノン製のレインカバーとかも全部ここアイカップガチャッとはめるようになって、なるほど、うん、そうなんですよね、うん、なのでやっとこさまた外れたっていうところで、ね、R5 とか逆に外れないせいでジンバル乗っけられないとか、うんうん、ヨサールもジンバルが引っかかるとかありましたもんね、うん、映像関係者もね、今日大興奮だないやでも皆さんね、今日本当に一眼F だけはね、なかなか皆さんに一眼、ごめんなさい、視線入力 F だけはね、なかなか皆さんにお伝えしにくいんですが、ぜひ今日のね、Z さんの反応もご覧いただけるとこれすごいことになってんだなっていうところで、いやもうやばい、もう面白かったかなと思います一応ね、本当に今日はEF の歴史から、うん、まあ、まさにね、Z さんも本当に昔から、見ていただいているので、僕もね、もう20年近くキャノンは使っているんですけれども、 EF の歴史、そしてデジタルのミラーレスの歴史、そして今ね、うん、最新の R3 のお話までさせていただけたということで、はい、いや止まりませんでした、本当にお話がいや実は本当に、ね、今回お会いできて本当に嬉しかったですし、うん、こちらこそ、これからもまた例えばですけど、僕、うん、来年とか関西とかでも写真展とかをやる、はい、ことがありうると思いますので、行った際にはぜひまた、はい、ぜひぜひご一緒させていただけたら嬉しいと思っております、はい、よろしくお願いいたします、はい、健康的なギャラリーにて、ジェット大輔さんの写真展開催しておりますので、はい、ぜひね、皆様足を運んでいただけたらと思っております。本当に、ね、今日はありがとうございました、うん、お忙しい中お時間いただきまして、実はこれ収録始まったのまだ初めて会って15分ぐらいです。そうなんですよ、これがまたねYouTuber ってどれだけすごいかっていうある意味初めましてでここまでいきなり2人で喋ってしまう、まあ、知ってる感じがするもんね、もうね、いや YouTube 本当にすごいですね、うん、本当に初めましてなんですけれども、まるでもうずっと5年前からいましたみたいな感じで、うん、いや本当に驚きの時代とともに楽しい思い出になりました、うん、楽しかったです、ありがとうございます、うん、これからもよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは失礼いたします、西田渡るとジェット大輔でした、それではどうも失礼いたします。